はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、チェリンボを書いていきたいと思います。ポケモンの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まず、手足をちょこで、またお腹をくるくる、手足をちょこくるくるくる、と上とつなげていきます。で、目を縦長の丸で描いて、白いハイライトを描いて赤紫で見ていきます。で、反対側も縦長の丸をくぐーっと描いて、で、白いハイライトの丸を描いて赤紫で見ていきます。をちょこんと書いて、で、真ん中に赤紫でくるくるくるってラインを、さくらんぼの割れ目みたいな感じで入れます。で、葉っぱをふいんと書いて、で、上から双子をくいにゃっとして、で、反対側もぐいーっと、で、こっち側にもう一つさくらんぼをかけます。くるくるくーっと丸くかいて、口がちょっと、で、薄紅色で体を塗っていきます。このあたりをちょっとハイライト入れたりで薄くして、で、ここも完全に白くします。逆に体のこの下半分は濃いめに、めちゃくちゃ濃いめに塗ります。薄く塗って、で、さっきのここからですね、ここからかなり濃いめに塗ります。さくらんぼもこのあたりを白く薄めにして、ここ入れてます。で、こっからかなり濃いめ。下半分を濃いめにして、で、上を薄。で、口の中は赤紫で塗っていきます。で、葉っぱは緑で塗っていきます。で、この下にちょっと影をつけて、で、この茎の部分もちょっと濃いめに、ここですね、ここに影を濃く入れて、で、この葉っぱの境目も濃いめに入れていきます。このぐらいまで濃いめに塗って、もう木は影になるので、濃いめになります。は
い、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。